それは、集会時のストームビル上で起こった。鳥さん怖よ。そういえば、ここにも2羽いたな。ひえ。この鳥、よくよく考えたらずるくないか。飛んでいるから攻撃が当たりにくいし、落下しもしない。てわー。許さん。許さんぞ。鳥、絶対に、同じ目に合わせてやる。ということで、鳥を崖から落としたいと思うのだが、現状、考えられる手段は、以前も紹介した、重力攻撃ぐらいである。重力的に、重力攻撃をすると、地に落ちる。ただ、地に落ちるだけで、少しすれば平気で飛び始める。重力攻撃には、自分に引き寄せる効果もあるのだが、引き寄せたところで、崖から落とせるわけでもない。落下地点の向こう側に立って、引き寄せて落とす方法もあるが、その場所を探すのも大変だし、実用性があるとは言えない。となれば、あれしかないっぴ。祈祷拒絶。二本指の信じる者たちの祈祷。周囲を弾き飛ばす、衝撃波を生じる。試しようで衝撃波が大きくなる。焦りとよ、導きを信じ貫くのなら、他の全てを拒絶せよ。円卓でコリンから1500ルーンで購入できる、いわゆる過当な祈祷であるが、この祈祷、とんでもない力を秘めている。この、鐘の音が無駄にうるさい、超巨大秘密兵器のアルクレイ病も、祈祷拒絶を使用すれば、弾き飛ばせる。何度でも、何度でも。実際に、これを利用し、アルクレイ病を崖から落とした者もいる。恐ろしく時間がかかるだろうに、とんでもない暇人だ。ということで、今回は、この、拒絶を用いて、浮遊する敵を崖から落とせるか検証してみたいと思う。待ってろよ、鳥さん。最初のターゲットは、もちろん、鳥さんだ。まずは、この鳥さんに、祈祷拒絶が効くのか、試してみよう。ぐひー。私は拒絶する。祖外し、私は拒絶する。当たらん、私は拒絶する。吹っ飛んだ。面白いように吹っ飛ぶ。置き攻めもできる。これなら落とせるのではないだろうか。ほれほれ、どうした、ほれほれ。やばい。超楽しい。それでは、仕切り直して、鳥を崖から落としてみたいと思う。まず、崖の方に鳥を誘導する。私は拒絶する。私は拒絶する。下に落ちたが、微妙なところに落ちてしまった。ここにいる鳥を狙おう。私は拒絶する。私は拒絶する。ふう。私は拒絶する。狙い目。私は拒絶する。落ちた。鳥も、落ちた。常に飛行する鳥も、拒絶を使えば、落ちるようだ。これは、素晴らしい発見だ。もう片方も落としてみよう。気持ちいい。さて、次のターゲットは。この歌声で、すでにわかる汗人もいるだろう。ハーピー、セイレーン、コウモリ、だ。まず、片方を処理する。残ったもう片方を、崖から落としてみよう。吹っ飛んだ。ハーピー的な敵にも、拒絶は効果があるようだ。あともう一押し、こりゃー。落ちた。あの美しき歌声は、もう聞けない。次に、手下のコウモリで試してみる。はぁ、あ。
だに宙に浮いてやがる。このコウモリは崖から落とせないのだろうか。場所を変えてみよう。そやーやったか。下の足場に引っかかっている。今楽にしてやるからな。安らかに眠れ。あれ、ドゥーンは、ドゥーン氏は入手できた。なんか知らんが、めちゃくちゃ落ちた。コウモリも落ちる。さて、最後のターゲットはとっておきだ。みんなが大好きなあの生物。このプリンプリンとした体つき、透き通った肌、たまらねえ。クラゲだ。このクラゲも何気に宙に浮いている。落ちるのだろうか。落ちた。赤くなって落ちた。拒絶自体にはダメージがないが、クラゲに使用すると撤退するらしい。実績を増やすためもっと落としてみよう。落ちた。他の敵に比べるとあまり抵抗しないので非常に落としやすい。拒絶落とし初心者にはうってつけの相手だ。やばい、これハマる。 DLC 車でずっとクラゲ落としますわ。気持ちいい。しかし他の鳥とは異なり、羽で飛んでいるわけでもないのに落ちるのか。ということで今回は宙に浮いている敵を崖で落とせるかというテーマで検証を行った。やはり最弱であり最強の拒絶、この祈祷により素晴らしい結果が得られた。常識的に考えれば鳥が落下死することは滅多になさそうだが、おそらく拒絶されたことの衝撃により軽い脳震盪を起こしそのまま落下してしまうのだろう。さすが拒絶である。他にも面白い情報や検証のネタがございましたらコメント等いただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。それにしても気持ちよすぎる。